の隣にあるのが屋久島ですね。まあ、なので日本の大型ロケットはそこから打ち上げていますっていう話をしています。で、まあ、宇宙って一言で宇宙と言いますけども、どこから宇宙かっていうのを考えたことがあります。手が星型になって、で人工衛星を捕まえるとその衛星の情報を得ることになる。あっ、例えばさ、この動画を言うと、動画で これで見ると明らかにこの辺はもう水があるっていうのが分かります。今日のお昼ぐらいに観測した。あ、ちょうど筑波見えましたね。本当なかなかこれの見れないんですけど、今この軌道を通っているデータ。進行方向前になります。で右側についてるのが希望。
実際にロケットで使ったもので、かつ宇宙に行ったものです。これはさっきお見せしたロケットの先端のフェアリング、先端の白いとこなんですけども、はい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 、それが実はこういう材質になっていて、剥がしてみる、こんなの。今使っている主力エンジンです。だから H2A にも H2B にも使ってます。これは燃焼試験でも使っているので本物です。